皆さん、アロハ。久しぶりですね。2年前ぐらいにモロカイ島に行ってきましたが、何も編集してなくてアップロードしませんでした。今日まで。たくさんのビデオを撮りましたから、少しずつアップロードしたいと思っています。まずはモロカイ島に行く時です。実はホノルル空港じゃなくて、カライロア空港という空港から出ました。2年前にモクレレ航空会社がカライロア空港から出発しましたが、カライロア空港がもう閉まりましたから、モクレレ航空会社がホノルル空港からしか出ていないです。だからもしオアフ島からモロカイ島に行ったら、ビデオに出ているオアフ島の部分が皆さんの経験と違います。でもビデオにモロカイ島が出てくる部分は皆さんの経験通りですから、ビデオを作りました。楽しんで見てもらえると本当に嬉しいです。では、どうぞ。
rapid, rapid.